情けは無用です。以上です、先生。何？腹減った。飯だ飯。うどん食いに行こうぜ。行きましょう。強くなるためならどんなことでもやる覚悟はある。だが俺が先生の強さに近づけるイメージが全く湧かない。お前が誰だろうともう逃がすことはできない。嘘つけ。お前はただ自分の技を試したいだけだろ。その無邪気な笑顔を見りゃわかるぜ。どうだ、音速を超えるこのスピード、そして衝撃か。見えるか、この速さについてこれるか。なあ、帰っていいか。こいつ風神逆チェックメイト。あ、すまん。いや、わざとじゃないんだよ。寸止めしようと思ったら勢いでぶつかっただけで。あ、てめえを狩るぜ。奴は次の反応を予測しろ。読めた、覚悟しやがれ。今襲いかかってきたやつ、知り合い？いや、心当たりはないよ。ここは、俺は誰かにやられたのか。一旦アジトに帰らねえと。キングにやられたダメージが思った以上に大きい。体に限界が来てやがる。今日はもうおとなしく帰るか。俺に1位の座を取られるのが怖いの。ヒーローに上下関係なんてあってたまるか。まつげ山猿。私の邪魔をしようというのね。これは超能力か。小石や砂利を浮かして俺と戦う気か。やめとけ。地獄嵐。あんたが悪いのよ。私を追い抜こうだなんて考えるから。トップの器じゃねえな。潰す。自分より弱い手下を集めて強くなった気でいるお前には無理だ。ヒーローなめんじゃねえぞこの野郎。黙れ。何が起きた。先生の住まいの前まで戻ってきてしまったか。埼玉先生、すみません。家の前で埃を立ててしまって。今一瞬ソニックが見えたんだけど、二人で何やってんだよ。俺は埼玉先生の弟子だ。弟子？そして今まさに返り討ちにあって死にかけているというわけだな。普通じゃない。こいつもヒーロー。知らねえ顔だな。返り討ちだ。え？何すんだ。誰だてめえ。カツアゲする気か。買い物の邪魔すんな。すいません、これください。3000円です。地味に高いな。